お願いします。フライキャプターをぜひお願いします。やりましょうか。正面。あ、いいですね。ありがとうございます。うん、あ、かっこいいです。スピーカー上がりましたね。あ、だる。すげーみたいな。面白い。これが、いいですね。その場で。はい、カット。カット。オッケーです。はい、エントラメスの撮影終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。よしよしよし。バッチ。緊張感ありました。ありますよ。機材には気をつけてくださいって言われながらもう。なんか結構狭かったし、ね、このあと9人続くんですよ、BD が。はい、なんかアドバイス。いや、マジでドリブル練習してきた方がいいマジで、こう狭い範囲でドリブルする練習してきた方がいい。機材には気をつけろ。あー、お疲れ様です。もう終わったんですか？終わりました。あ、次よろしくお願いします。気をつけてやってください。そうそうそう、そう、目しっかりパッ。そうそうそう、笑うのだけは本当に苦手なんだよ。爆笑みたいなのできない。やっぱ候補がやっぱ何かって爆笑なものをもらえれば俺はすごくやめろすごい笑った時に顔が崩れるくらいくしゃっと笑うのが結構チャームポイントだと思ってるから、それはやっぱ引き出してもらわないとあんま笑わないでいい。これ出るんやぞ。ほどほどしよう。 OK、 ナイス。すごっ。これ動きながらも回せるんですか？まあ、同じでいいってことですか？そうです。はい、じゃあもうこれ真似します。はい、迫力あるな。カメラに当てないようにちょっと緊張した。そうですね、そこだけ。後ろまで見られるというのはあまりないので、ちょっと完成が楽しみだなと、うん、思います。コートの外から見ることはあっても多分対面で見るとかでないので、そういう意味ではちょっと自分もさっき田臥さん、さっきやってたんですけど、田臥さんといったシチュエーションをやりたいなとか